こんにちは、服作りスクール代表の河野ゆきえです。今回は娘のリュックをアレンジしてみました。アレンジというか一回りちっちゃくしてみました。なのでね、なかなか大胆にガクガクというふうにやっていきましたので、楽しんでもらえたらなというふうに思います。リュックを小さいサイズにしようと思います。
仕上がりはね、こんな感じになりました。で、結局このファスナーがね、かぶっていたんですけど、このファスナー部分もこのかぶってるところを切って縫い直してっていう感じで、なかなか大胆なアレンジをして、棚の中に入らなかったんですけど、入るようになる仕上がりになりました。で、今回はね、これ小物でやったんですけど、私はまあいつも服作りをしています。で、服はね、頭の中で型紙を組み立えてどういう風にアレンジするかっていう風に考えていくんですけど、そういう風にいつも型紙はどういう風にするかなみたいなことを考えてるんで、こういう風な大胆なね、型紙操作っていうのもすることができます。ちょっとでもね、お洋服作ってみたいなとかいう風に思われてる方は、簡単にできるような講座っていうのも用意していますので、ぜひやってみてください。あと、公式 LINE の方では、服作りを自由自在にする方法とか、それを仕事にする方法とか、そういうふうな動画っていうのをご用意してますので、ご興味のある方は概要欄の URL にお問い合わせください。この動画参考になって楽しかったという方は、ちょっとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。